島住宅公式チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。案内人の和田です。プロデューサーの山本です。よろしくお願いします。本日はこちらですね、はい、今回はちょっと分譲ではなくてですね、弊社の注文住宅のお家のお客様事例をご紹介したいと思います。なんかすごい特殊ですね。そうなんです、かっこいいんですよ。注文住宅っていうのが、どちらご用意いただいて、はい、上だけ弊社の方で建てさせていただいてるんですけれども、はい、こんな事例も作れるんだよっていうのをぜひご覧いただけたらなと思います。ちょうどうちは一味違ったお家ですよ、はい、はい、そうなんですよ。じゃあちょっと楽しみにご覧いただけたらと思います。はい、でしたらまず基本情報からですね、はい、今回敷地面積が 115.53 平米の 34.94 坪で、延べ床面積が 97.50 平米の 29.48 坪のうちとなっております。はい、でポイントといたしましては、洋書に使用した無垢材と、あとは真似したくなる家事動線がポイントとなっております。はい、本当にね、無垢材いい感じでしたよね。無垢が使われてるんですね。そうです、無垢材をこう要所要所で使われておりまして、やっぱりあるのとないのって違うんだなっていうのを感じることができるお家ですよ。あと営業さんも言ってはりましたけど、はい、そんなにそのコストをかけずにおしゃれにできるんだよっていうのを詰め込んだって、すごい本当にいいバランスの感じだと思いました、ね、私も初めて見た時なんで、ぜひ楽しんでご覧いただけたらと思います。はい、私たちと一緒に働きませんか。現在敷島住宅では事業拡大のため一緒に働く仲間を募集中。詳しくは概要欄をご確認ください。まず外観からですね。外観が今回こちらですね、3色使われてるんですけれども、ほう、皆さん分かりますか。もう四角のように見えますよね。3色、そうなんですよ。なるほど。この黒い部分は皆さん、はい、あれですね、ケイミューさんのソリードですね、はい、のタイプ M の鉄黒で今回採用されてますね。あの平屋のお家と一緒ですよね。そうです ね、これあれですよね、あの本当の一枚一枚違うタイルなので、はいはい、風合いが全部ね、1枚ごとに違うのがポイントですよね。確かに、これやっぱかっこいいですよね。すごい重厚感が出ます。いいですね。はい、白い部分は今回 IG 工業さんの SP ビレクトのネオホワイトっていうお色味でして、はい、こちら金属サイディングになってます。おお、初見さんですね。初めて見ましたよね。初めまして。初めまして。見た目もかっこいいです。なんかカリフォルニアっぽい感じですか ね、ちょっと海外の雰囲気出てますよね。ね、であとあの袖の部分、まあ、横の部分もなるんですけれども、そちらもケイミューさんのシュトラール18の QF マックスチタンブラックっていうサイディングになってます。側ですね。そうですね、横は全体的にそうですね、はい、なんで正面をちょっとねこだわって、あのタイル張りとあの金属サイディングで、はい、こうかっこいい外観に仕上がってますよね。はー、なるほど。なんか劣化とかにも強そうですね。ね、強いですもんね。窓の縦ライン2本も可愛くないですか。あ、本当だ。そうなんですよ。素敵。素敵なんです。こんな感じの外観デザインでね、角型でこうモダンな重厚感のある外観デザインになってます。駐車2台ぐらい行けちゃうんですかね。ですね、駐車2台行けます ね。でここね、自転車とかもね、まだ置こうと思えば余裕がありますよね。確かに。あ、またいい外交で、ね、外交かわいいですね。この石かわいいですよね。たまに見る いつものやつよりちょっとあえて丸み帯びてて、またそれがかわいい。あ、本当だ。いつもカクカクしたの見たことあるんですけど、ちょっと丸みあるバージョンの外交ですね。これはオリーブですね。私も多分オリーブやと思ってます。多分オリーブですよね。ね、オリーブっぽいですよね。オリーブっぽいです。はい、かわいい。こういうシンボルツリーかわいいですね。かわいい。で、あの門柱もね、すごいシンプルなタイプで。すごい細い。ね、機能門柱の形ですよね。かっこいい。かっこいい。見てください。あとね、こんなの見つけてね、かわいいんですよ。ほら。見てください、こんな立水線。すごい。おしゃれじゃないですか。角大さんのが入ってて、気づかなかったんですよ。あまりにも自然に馴染みすぎてて。というかなっていう。そう、合わないかなと思ったら、かっこいいおしゃれな立水線でした。ちゃんと蛇口も二口ありますし、便利なやつ。かわいいし。かわいいんですよ。このね、ここもいいですよね。そう、今回ね、この外光がこの、なんていうんですかね、塀がね、壁塀がこの白で塗装してあってね、すごいかわいい外光になってます。ですね、すごいなんかプライベート感がより出るというか。そうそうそう、なんかあの普段ね、弊社の事例ではちょっと珍しいかなと思って、うんうんうん、すごい可愛い事例になってます。素敵です。じゃあちょっとお家入ってみましょうか。お邪魔します。
こんな感じでね、ちょっとこう玄関がこの正面の壁に隠れてるんですよね。これいいんですよ、はいはいはい、あのもうパジャマでいってらっしゃいって玄関からやっても絶対見えないんですよ。これ安心感のあるやつですよね。プライベートですね。そうで、まあ、何よりやっぱ軒天が可愛い。レッドシダーですね。これがそうなんです、可愛いです。玄関ドアはね、もう本当にシンプルなタイプで、リクシルさんの M17 型のマットブラック、やっぱ人気ですね、うん、人気です、人気ですね。これはいいですね。もう本当シンプルなんでね。これもしかしてタッチキーも入ってるんじゃないですか。入ってそうですね、はい、はい、今回は入ってますなんで、まあ、楽ちんですよ。もう持ってるはずなんで、もうこうピッとさ開くんで ね荷物がたくさんの日でも安心していただけます。いけますね。で今回気づかれましたかね、皆さん普段ね、こちらのタイルがね貼ってあるポチタイルになってるんですけども、はいはい、今回はもうあえてモルタル仕上げで、いいですね、でこの風合いを楽しんでいただけるようになってます。ここは好きです。そうなんです、やっぱ可愛いですよね、はい。じゃあちょっと入りますね。行きます。はい、こちらが玄関ホールになってます。おー、やっぱモルタルの雰囲気がいいですよね。でこのお家のこのナチュラルテイストっていうんですかね、ナチュラルモダンな感じにモルタルの仕上げ合ってますし、どこから行きます、はい、まあシュークロから行きましょうか。行きましょうか。ちょっとまあ玄関ホールございまして、こちら右手にシューズクロークございます、はい、6段ずつが3箇所ありますので、すごいおしゃれですね。おしゃれだし収納量すごいと思います。あ、そうですね、確かに。そうですね。でまあ棚の高さ変えたらね、ベビーカーとかも置いていただいたり、うんうんうん、高さのあるものも置けますし、あの暮らし方のね、その生活の時期によっていろいろ変えていただけますよね。またカウンターが白っていうのもいいですね。ね、可愛いです、白 でこのアクセントクロスがねグレー系で可愛いです。ポイントになってます。モルタルとこうクロスが合ってるっていうのはいいですね。雰囲気合ってますよね。すごい、もうこの辺からもうセンスの良さを感じながらね進みますよ ね一応これがあの金ごて仕上げという、金ごて仕上げだそうです。今回ちょっとね、見切り材もすっきりした感じのねされてますね。このクロスとここの見切りもちょっと普段とちょっと違うすっきりした。あ、なるほど。普段ねこう回り口みたいな、そうなんしてるんですけど、見た目にもこだわられてます。はい。でこちらにはカウンターがあるんですけれども、はい、こちらが先ほどポイントでお伝えさせていただいた洋書で使われたオーク材っていうところになってますね。これは何でしょうか。こちらがね、チャネルオリジナルさんの、はい、短毛材になってます。あ、なるほど、はい、青ダモのやつですね。青ダモなんですかね。らしいです。あ、そう、青ダモらしいです。青ダモらしいです。なんかやっぱり雰囲気がね違う、変わっていいですよね。こちら玄関ホールになってるんですけれども、はい、ちょっといつもと違うとこ見つけられますか。モルタル以外でですよ。いやちょっと難しいですよね。難しい。いや、これはすごい難しいと思います。今回はね、こちらね、玄関がまちのここの部分ですね。ここも無垢材になってます。こちらがプレーリーホームズさんのかまち材のタモ、種類はやっぱりタモですね。タモ材になってます。メーカーさんが違うんですね。そう、メーカーさんが違います。先ほどのカウンターと。こちらの、ここまでですね。ここからフローリングになるので、ここまでがプレーリーホームズさんのタモ材。はあはあはあの無垢材を使ってます。すごい使い方。そうなんですよ、確かにね雰囲気やっぱ違うと思うんですよね。こんな感じでちょっとポイントで入ってます。へえ。でも可愛いですよね。すごい。そうなんですよ。じゃあちょっと上がらせていただきますね。あれ、なんか素敵な、あ、気づかれました。これもやっぱ玄関でね雰囲気変わりますよね。これ室内ね。そうなんですよ。リクシルさんのデコ窓を入れさせていただいて。おお、なるほど。これいいですよね。あのお家帰られた時にこのリビングの雰囲気が伝わりますよね、うん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 、あ、みんないるなっていう空気感をね感じつつもです、ね、この見えない可愛いガラスで空気感を伝えるだけ、ね、明るさと。そう、だから電気ここ玄関消えてても、ねね、ここの明るさでね、ほのかにこう明るさ感じていただけますよね。いいですね。可愛いんですよ。じゃあ上がりまして、まずこちらですね。はい、で右手に1階のお手洗いがございます。可愛いんですよ、見てください。お、電球色ですよ。ペンダントライト可愛くないですか。あ、本当だ。まあ、何より気になるのはいつもと違うのは背面ですかね。背面ですね。白ですね。お、見てください、この造作カウンター、先ほどのね無垢材ですよね。お、
そうなんだ。掘り込んでカウンター入れてる感じなんですよね。なんかもういつもと違って面白いですよね。あ、すごい色味も綺麗で。そう、色味もこれなんていうの、青グリ、グリ、ブルーグリーンっていうんですかね。はい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 。ちょっと電球色の正面なのでちょっと自信はないんですけど、はい、ブルーグリーンっぽく感じますよね。かわいい。かわいいんですよ、グリー系。電球色というかもう本当に電球タイプの、ねね、照明ですね。お手洗い自体は標準のタイプですね。TOTO さんの ZJ2 ですね。はい、で手洗い機付きで、紙巻き機とかは お施主様の持ち込みですね。あ、おしゃれですね。おしゃれですね。照明器具もですよ、お施主様の持ち込みで。なんか床もこうクッションフロアみたいで、ね、床可愛いですね。床材がですね、サイネツさんのクッションフロアを入れられてまして、はい、コンクリートっぽい感じがね、このモルタルの玄関の雰囲気とかと お家の雰囲気と合ってますよね。いいですね。こんな感じでいつもとちょっと違うモダンなおしゃれなお手洗いになってました。はい、はい、ではリビング入りましょうか。行きましょう。こちらがですね、もうドアがね、もうまたこのおしゃれなやつですよね。神谷さんのフルハイドアですよね。やっぱりこの方、この神谷さんのはかっこいいですね。いいですね。がない、見えないんでね、かっこよく見えます。こちら色がシェルホワイトですね、はい、になってます。ではお部屋入ります。お邪魔します。もうちょっと見えてるんですけど、透明なんで。じゃーん、明るい、開放的。こちらがね、17.5 畳の LDK になります。いやー、明るい。このやっぱ吹き抜けってね、うわ、視覚効果すごいですよね。おしゃれなインテリアファン。うわー、おしゃれ。そうなんですよ、こんな感じで LDK になります。はい、一個ずつ見ていきましょうか。お願いします。あ、まずはもう早速気になるスペースあります。気になりますよね、ここがね、はい、今回階段下を利用したヌックスペースになってます。すごい。大人の方とかはね、ここ座ってテレビね眺めていただいたりできますし、はい、まあ、ここにねちょっと心地いいなんかラグとか引いてクッション置いて、こんな感じでね本読んでもいいかもしれないですよね。いいじゃないですか。なんか雑誌の表紙みたいですよね。ここの方がいいですよね。小窓があるのもいいですね。そう、この小窓も可愛いんですよね、うん、クロスも可愛いし。そうですね、のなんか床材ってなんていうんですか、これがだから木材ですよね。ここもやはりチャネルオリジナルさんの木材ですね。木材になってます。へえ、はい、じゃあこのリビングのは、あ、でリビングは永大産業さんの明治木頭のオークですね、はい、あ、なるほど。じゃあ標準の床なので、まあ標準の床とこう木材を織り合わせ、あの組み合わせることで、はい、コストを考えながら雰囲気が出る空間になってますよね、うんうん、全部無垢にする必要ないんですよ。そうなんですよ、ね、床はまあフローリングの方がねメンテナンスとかねしやすかったりしますもんね、うんうん、そうですね、強かったり ね、なのでそうそう、そのあたりをねどちらを選択してどう使うかですね、うんうん、あとコストですよね。そうそう、いい事例じゃないかなと思います、はい、ちなみに今回テレビはね壁掛けテレビを想定されてますね。あ、いいですね。いいですね。こういう感じになるんです ね、こんな感じでねなってます、はい、で続きましてこちら行きましょうか、はい、キッチンが今回クリナップさんですねのステディアを選択されてますね、はい、こちら幅 2m55cm のタイプですね、うんうんうん、まあ、やっぱりクリナップさんといえばのもう上はね全面ステンレスで揃えられてますね。このなんていうんですかインテリアの感じは合ってますよね。わかります、わかります、うん、でこのレンジフードはサイドフードにしてかっこいいです、はい、であえて黒にもされてますね。前コメントありましたよね、クリナップさんか宝さんで迷ってますみたいな。そうそうですね、そういう時はちょっと家のインテリアに合わせてっていうのはありですよね。ありですね、はい、で扉色が今回トワルグレー、トワルグレー、艶消しのグレーなんですよ。モルタルっぽいですよ ね、なんか全体的にグレーとナチュラルな木目と白で合わせてありますかね、うん、好きです。黒とこういうの、ね、いいですよね。いいっすね。そうなんですよ。で、まあ、あね、サイドフード以外はねこのあたり標準で選ばれてますので、はい、その辺よくうまく使われてますよね、はい、でまあ水洗が浄水器付きの水洗と、はい、こちら朝型の食洗機ですね、はい、と今回は3口のガスコンロ選ばれてまして、はい、お魚焼きグリルもございます、はい、であと皆さん気づかれましたか、実はこちらもですね、あ、キッチンのこのカウンターも木材で合わされてます。同じくチャンネルオリジナルさんですね。存在感出るな、おしゃれですね。そうなんですよ。で今回はカップボードもしっかり幅広であのプランされてまして、はい、幅が 2m70cm
おお、広い。広いですね。90、90、90で引き出しが7箇所と、はい、ゴミ箱スペースですよね。そういうことですね。でカウンターもこれあえて黒にしてすごいかっこいいですね。ああ本当だ。チャコール色にされてます。ここをなんかあの無垢にしないところが、ね、やっぱねちょっと、ね、実用性を考えたんです。でクロスはグレー系のアクセントクロスを入れられてますね。はい。でここに冷蔵庫が来るんですね。はい。もう空間がすっきり収まりますね。そうですね。十分ですよね。家電系はしっかり置けますし、はい、まあ、さらにねここには収納もしっかりパントリーですね。パントリーですね。ありますね。こうやって確保してありますので、はい、可動棚が4段入ってますので高さいろいろアレンジしていただいて置くものを考えていただいたらいいかなと思いますね、うんうん、はい、続きましてそのキッチン前スペースですね、はい、あちょっと行こうと思って見てこれ良くないですか。考えてますね。机がきっとここら辺まで来るんですよね。ああそういうことか。こっちか。え、70センチってどの辺でしたっけ。多分、まあ、おそらく計算されてあるんでしょうね。そうですね。なってここにこれ絶対使いやすいやつですね。すごい。なってます。へえ、賢い、はい、でここにはリモコンニッチがございまして、はい、はい、皆さん気づかれました。ここです。あ、何箇所目、何箇所、1、2、3、4、5箇所目なんですかね、はい、リモコンニッチのここの部分にも無垢材を使われてます。へー、かわいい。ちょっとなんか置きたくなります ね、 ねえ、スイッチもなんかおしゃれです ね、 ね、今回スイッチあれですね、パナソニックさんのアドバンスか、アドバンスシリーズですね、使われてますね。あ、こっちがデコ窓ですね。あ、でデコ窓出てきてます、ね、でここにカウンターがあるんですけれども、いここも、はい、無垢材のカウンターがございます。おー、ちゃんとね、おしゃれな器具の手元とついてるんで、でここにねコンセントとスイッチありますので、はい、ここでオンオフねしていただけますし、おー、ね、便利ですね。お母さんの目の前で子供が宿題する感じですね。そうですね、ここからちゃんとやりやって言えますね。こんな感じのカウンターコーナーがございます、はいはい、で続きましてこちらですね、はい、見てください。でここにはもうこのままファミリークロークにつながってるんです。お、家事動線言ってましたもんね、快適家事動線。そうですね。ここに基本普段ね、ご家族のねその季節に着る服は全部置いといたらめちゃくちゃ楽ですよね。うん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 、かなりの収納量。そうなんですよ、この字で入ってるんでしっかりここには収納量確保してありますね、はい、コンセントもありますのでね、ちょっとした家電もね置いていただけますよね。そうですね。そうなんですよ。でこの隣の扉にはここが洗面室になってます。お、やっぱ床材かわいい。あ、すごい。かわいいですね、モンタル調の、ね、そうそう、トイレと一緒ですね。クッションフロアですね。そうですね。で洗面台がございまして、 TOTO さんのオクターブライトですね、表示のタイプで、扉がパナシェブラックをお選びになってますね、はい、もう黒系でね、グレーと黒でまとめてはるんでね。へー、おしゃれ、ね、で、いいですね。であの窓いいですよね。あの窓可愛くて好きです。あの洗面にあるフィックスの窓っていうんですかね。本当っすね。そうなんですよ。明るさも加工しながら見た目も可愛いですよね。はい、そう思うんですけど、はい、洗濯機はそっちに来る、ね、そうですね、洗濯機こんな来るか、ここに来まして、結構明るいですね。明るいです、明るくなってます。で、お風呂がこちらですね。お、スッキリドア、スッキリドアですね。で、こちらが TOTO さんのサザナの1616タイプですね、はい、あ、もう最近多いやつですね。収納棚と鏡なしですね。あ、本当だ。カウンターもなしですね。お、本当だ。窓もないですもんね。ないです。このパターン人気ですよね。もうとにかくお掃除のしやすさですよね。いや本当にね。そうなんですよ。カウンターはね、やっぱね、ちょっと手間ですよね。いや本当思います。マグネットのいい感じのいっぱい商品出てますからね。そうですよね、やっていけますよね。で今回は浴室乾燥が酸化温がついてますね、はい、になってます。でこちらが水回りが以上になりますね。いや素敵な1階でした。でもここからも景色もなんか見えてて素敵なんですけどね。今日はリビング階段ですね。はい、リビング階段です。手すりがアイアンでね、うんうんうん、この開放的なリビング階段を上がっていきます。はい、じゃあ2階に行きます。2階に行きます。いやすごい、手すりも可愛い、黒で合わせてあっていいっすね。いいですよね、リビング階段の吹き抜け。そうなんですよ、おしゃれなんです。ここから見えますし、ご家族の様子も、はい、あーさーんこんな感じで素敵。そうなんです。じゃあお邪魔します。はい、で、はい、上がったらここにも
なんかおしゃれこのカウンター。7個目の木だ。そうなんですよ、木材なんですよ、の無垢のカウンターコーナーで、ここにも1階と、ね、色違いで照明器具が、1階はね先ほどキッチン前黒やったんですけど、はいはいはい、2階はねこう白で同じ器具で、すごーい、可愛いですよね。ここめすごいテレワーク良さげじゃないですか。確かにすごいいいとこでお仕事されてますね。そう、おしゃれですよね。まあ、わかんないです。テレワークに使われるのか、はい、まあ、ちょっと何か置かれるのかはわかんないですけど、こんな感じ、はい、ちょっと広めの2階ホールになってるんですけど、はい、カウンターコーナーがございます。お、なんかすごい良さそうな、あ、良さそうあるけど、ちょっとこっち行きましょうか。はい、このカウンターの隣ですね。はい、こちらが、4.42 畳のお部屋になってます。お、はい、可愛いですよね。そうですね、コンパクトにまとまっていて、窓こちら1箇所と、こちらがあの外観から見えたね、あの縦長の窓ですよね。縦長の2本目のやつだ。そうですね、はい、あるお部屋になってます。で、まあ、今回もうクローゼットはあえての扉レスですね。お、最近多いですね。でもなんか部屋が広く感じるんで、そうそうそう、いいんですよね、うん、それがいいですよね。圧迫感はゼロですもんね。そうで、しっかり1軒分取ってあるので、はい、で収納量もしっかりありますしね、はい、シンプルで使いやすいお部屋になってますね。はい、で続きまして、ファンが見えました。ファンを見ながらこちらに行きます。はい、こちらも同じく 4.42 畳のお部屋になってます。おー、あ、明るいです ね。今しっかり光が差し込んでますよね。なんと照明はついておりません。ついておりません。先ほどのお部屋もついておりません、はい、2階なのでね。これ多分ちょっとそのお客様邸なんで。そうなんです、住まれてから入れられるので、はい、でこちらに同じく扉レスの収納1軒分しっかり確保してあります。同じように使いやすいお部屋ですね、うん、になってるので、こんな感じで2部屋分今ございました。ございました。では出まして、隣ですね、先ほど気になるって言ってたところですね。そうですよ、こちらがファミリークローゼットになってます。2個目です。2個目です、ね、お部屋それぞれに1軒分の収納はあったんですけれども、はい、さらにございます。すごいっすね。すごいです。ちゃんとコンセントもついてるので、ちょっとね、はい、そう、2階用の掃除機置いたりとかもいいですよね。何でもやっぱコンセント1個あったら便利ですよね。なんかここにルンバキッチン作ってもいいですよね。作ってもいいですよね、はい、2階専用でも ね。こんな感じでしっかりここにも収納スペースを確保してあります。お部屋行かなくてもいいっていうのがいいですよね、はい、確かに。で、あの1階から見えにくい場所にありますし、いいですね、はい、で、そのお隣ですね、はい、こちらが2階のお手洗いになってます。はい、クロス可愛い、黄色系のアクセントクロスが可愛いですね。あの紙巻き器とタオル掛けも可愛い。お、これもこちらもね、お施主様がご用意されてますね。こんな感じでね、2階のお手洗いもすごい可愛くて素敵な空間になってます。明るい気持ちになりますね。黄色とグレーっていいですよね。好きです、ね、私も。で最後ですね、はい、こちらお部屋ございまして、こちらが主寝室になってます。はい、ちょっとまだ照明がついてなくて、こちら珍しいですよね。天井がブルー系、すっごい落ち着いた感じ。そう、落ち着いた感じになりますね。あえて壁ではなく天井に入れるっていうのがポイントですね。こちらが 6.12 畳のお部屋になってます。もう収納はもうファミリークローゼットに入れて、そうですね、ファミクロがありますので。あ、すごい贅沢な主寝室。そうなんですよ、もう本当に寝るだけに集中できるお部屋になってます。そう思うとだから6畳でも大きいぐらいかもしれないですね。そうそうそう、大きいと思います。そうですね、もうベッドだけだと、ま、多分余裕がありますよね。そうですよね、サイドテーブルとかも置けちゃいますよね。あれ、ちょっと待って、こっちにうわーって、あ、できるやつですね。うわーってわーってモニターがわーって逆にちゃいます。こっちにベッドで、こっちちゃいます。こっちもできるんですか。こっちの壁にですよね。最高すぎませんか。そうなんですね、やらはるかもしれませんね。ポップやらじ、絶対そんな気がしてきました。なんかその気しますね。天井をあえてこう、はい、シーリングです、ね、できますね。考えてはるかもしれませんね。いやー、こんな感じのお部屋になってます。はい、でこちらにはベランダもございまして、はい、こんな感じですね。しっかりあの広さあるのと、今回はあえてちょっとこの壁面を高くすることで、はい、あの目線が全く気にならないですね。そうですね、洗濯物干すのにもどんな格好で干しても見えないんじゃないかっていう
なのでまあ安心ですね。あ、またスイセンもあります。スイセンもありますので、お掃除とかね、楽ですよね。いいですね。そうなんですよ。またこれがあれですね、3つ目のサイディング、ちょっと近くで見れました。そうですね、中面はこっちになってるんですね。正面側はね、ケイミューさんのソリドなんですけど、中はあえてこのサイディングの方になってますね。素敵ですね。素敵です。こんな感じのベランダがありました。はい。でしたら本日のお茶いかがでしたでしょうか。いかがでしたか。なんか木材の使い方とか、あと銅線ですね、すごいこだわりがあって、すごくバランスの良いおしゃれなお家だったんじゃないかなと思います。はい。でしたら次回も魅力的なお家をご紹介したいと思いますので、チャンネル登録、高評価、ベルマークの通知の方よろしくお願いします。お願いします。本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。